今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんとリアでございます。はい、2024年1月、はい、まあ、コラボ一発目、お何かというね、もう動画になります。来るんじゃないんでしょうか。おはい、ということで、はい、今回は、まあ、コラボ予想やっていくわけだけど、はい、皆さんもですね、コラボ予想をしやすいように情報の方いろいろ調べてまとめてまいりました。はい、ということで早速、まあ、みんなと一緒にコラボ予想の方やっていきたいと思います。全力はい、まずは2023年コラボの振り返りいきましょう。はい、1月ガンダム、うん、2月鋼の錬金術師第2弾、3月がテンスラ、4月がかぐや様は告らせたい、これが劇中心祭とのコラボになります。うん、5月が進撃の巨人、そして6月が地獄楽、これが超重心祭との、コラボだったはず。うん、7月が鬼滅の刃の第3弾、そして8月が SAO 第3弾、うん、9月がキングダム、10月が東京リベンジャーズ、10月がジョジョの奇妙な冒険第2弾、そして11月が影の実力者になりたくて、うん、12月がスパイファミリー第2弾となっております。進撃の巨人は第2弾やね。第2弾はい、ああ失礼しました、抜けてましたんで。はい、はい、まあ、あら探してくれビビるわ。まあ、こうやって見ると、まあ、第2弾とか、まあ、こう過去にコラボしたやつもちょいちょいやってるなっていう感じだけど、新しいやつに関しては、うん、結構若い作品多いよね。そうやね、まあ、キングダムもあれやけど。そうやな、うん、まあ、でもあやっと来たかってやつも多いな。キングダム通り部とか。そうね、うん、ということでちょっと傾向いきましょうか。はい、アニメ開催中の作品とのコラボが多かったイメージです。うん、まずガンダム、これは、水星の魔女がやってましたね。はい、はい、そして進撃の巨人、これちょっとタイミング早かったんちゃうかな、うんうん、っていう気がするけどね。はい、で地獄楽、はい、終わってすぐやったかな、まあそれぐらいのタイミングやったはず、うん、あと鬼滅の刃、うん、影の実力者、うん、あとスパイファミリー、まあ、スパイファミリーに関しては映画だったんでちょっと前の告知になったような感じになったかな。うん、うん、まあ、でもこれはだいぶ怪しかったっていう形で、まあ、スパイファミリー初めてコラボレース当たりました、ありがとうございます。そうや、ありがとうございます。あー気持ちいい今回も当てたいです。またね。そうやな。はい、そして傾向に、はい、中にはタイミング的に今っていう作品もありました。うん、うん、これは、まあ、鋼の錬金術師、はい、びっくりしたよな。なんでって今去年実写の映画やってて1年後みたいな感じだったね。はい、うん、あとかぐや様、あこれもえっていう感じだった。あとキングダム、はい、これはびっくりしたね。うん、おっそもう一緒やるのかと思ったわみたいな感じだ。あと東京リベンジャー、そうね、これもなんで今っていう感じだな。うん、あとジョジョ、あ、うん、まあ、ジョジョに関しては第3弾持ってきてくれただけでさ、第3弾、第2弾やろ、あのごめん、3部、あ第3部、ね、第3部を持ってきてくれただけでありがとうございますっていう感じだったんやけど、うん、まあちょっとあれっていう、そうやね、タイミングではあったから、うんうん、まあこの辺はね、まあ大人の事情も絡んでくることやから、うん、まあしょうがないのかなっていう ところもねあるかなと思います。はい、まあ、なかなか都合のいいタイミングでコラボをするってやっぱ難しいやろなっていうのは、ね、うん、ちょっと今回分かったかなっていう形でございました。そうやね。はい、じゃあここからは過去の1月のコラボ、はい、振り返っていきたいと思います。はい、びっくりするで。2023年ガンダム、うん、2022年銀魂、これ復刻でした。 あと呪術廻戦のゼロ、あこれも1月やったっけ。はい、うん、以上。そうか、まだ始まったばっかなんや1月コラボは。うん、うん、2021年までコラボの開催ってなかったんですよ。そうね、1月って1月はないっていう感じだったのね。うん、まあこれ予想っていうか多分こうじゃないかなっていうのは、うん、新春超重心祭、まあ、これのためにオーブを温存する人が増えて、まあそうだね、1月の売り上げが思ったように上がらんくなったんちゃうかなっていうのがね、ほう、うん、原因かもしれない。ほう、ちょっとこの前ライブ配信でもなこの話やったんやけど、うん、あ俺もそう思うと思ってて、あ同じように考えてる人おるんやなと思ってさ、ほう、うん、やっぱまあこれは結構正しいかもしれんやね。うん、うん、まあそういうことで、まあ、1月もコラボをやりだしたんじゃないかな、まあ、その対策としてね、うん、うん、っていうようなね、感じかな。だからおそらく、まあ、今年もあるやろと、うん、うん、あのコメント見てもみんなしっかり溜め込んでたからな、うん、うん、ということで、ここからは2024年一発目のコラボ予想やっていきたいと思います。行きましょう。面白いもん見つけてきて。何？
ヤフーニュースの記事より、はあ、2023年一番好きなアニメはっていうのをね、あ、去年の、そう、はあ、見つけてきました。はい、12月の6日から12月13日までの期間中の投票で463票、短いね、うん、うん、短いし少ないな、少ねえなって感じはねえけど、うん、でも結構ええとこついとんなっていう結果でした。あ、そう、これ年齢はどのくらいとかは分かんない、分かんない、うん、これに関しては分かんないけど、はい、ちょっとね、1位から20位までバンと出しましょう。はい、こんな形でございます。あ、2位にブースト入ってる、意外やろ。あ、びっくりした。俺もびっくりした。ブンストやばいよな。ブンストはだってずっとコラボ望んでますからね、私。うん、まあそうなんやけど、はい、だからこれ本当にこういうのが大きなところでデータとしてバンと出てから、 ありがとうございます。これでブンストコラボが可能性、いや、これ高まったと思うよ。まだね、名前だって空いとるからね、福沢諭吉とか。うん、うん、だからこれは可能性としてはちょっとだいぶ高くなったんちゃうか。おー、嬉しいね。要はこういうヤフーとかが取り上げたところで、はあ、ここは順位が出たわけやから、はい、これにのっとって、あ、そんなに人気ね、じゃあコラボしましょうかっていうような話になってくる可能性はあるよね。まあ、バーッとありますけど、はい、だいたい、ああ、なるほどなっていう感じだった、うん。うん。ただ、俺の中でノーチェックやった作品が2作品あるかな。うん、あるね。8位のお兄ちゃんはおしまい。うん、あと9位のお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件。うん、同じとこだ。これ全くノーチェックやったんで、うん、聞いたことない。ちょ、見たことある人いたら、うん、このアニメの情報コメント欄で教えてくれるとめっちゃ助かるね。うん、ちょっと合う合わんやっぱね、人それぞれあると思うけど、ね、ちょっとこんなに人気やったら見てみようかなって感じはあるから、うん、まあよかったらね、ちょっと詳しい人大体こんな感じだよっていうとかね、うん、こういう人におすすめっていうのをね、うん、あのコメント欄で教えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。助かります。はい、じゃあこの中からね、ちょっとピックアップ、はい、して喋っていこうと思います。まず第1位、鬼滅の刃、はい、うん、まあ、これが来ると、まあ、第4弾になります。2月2日に映画が公開予定になっております、うん、で、無限列車の映画の時にコラボが実施されておりません。あ、そうか、うん、うん。これって多分キャラ問題あったんちゃうかな。あー、なるほどね。できてたのね、うん、うん、まあ、キャラ問題は多分解消されてない。うん、で、1月にコラボをすると、うん、これ盛大にネタバレになります。そうやな。だからちょっと鬼滅の刃は難しいんちゃうかな、うん、もうちょい後ちゃうかな、もう2月とか3月とか、うん、まあ、この辺になってくる可能性というのは、まあ、2月3月ってまだ可能性あるけど、うん、ちょっと1月はね厳しいんちゃうかなと思います。じゃあ次行こう。はい、はい、2位のブースト、はい、ありがとうございます。バトル系なんで、まあ、コラボもしやすい作品だと思います、うん、ガチャキャラも敵キャラも十分に存在してるので、うん、まあ、やろうと思ったら全然やれるから、やろう。ただ俺ちょっと思ったのが、モンストをプレイしている人で、うん、モンストを好きっていうあのイメージない。それ見たことないからじゃない。だから、うん、やったらコラボしたらそこから作品好きになるっていう傾向はあるよね、うんうん、じゃあもうやるしかない。だからお互いにこう、うん、モンスト側もブーストとコラボすることで新規ユーザー取り込めるし、うん、ブーストと側もモンストやってる人は多分ブーストを見てる人って結構少ないと思うから、うん、ブーストと側にもこう人が流れるっていうね、うん、こうお互いウィンウィンのいいコラボになりそうな気はするかなと思うので、これはやるしかないね、モンストさん。ぜひよろしくお願いします。まあね、ここ全然あるかなと思ってる。女性ユーザー増えるやろね。その可能性ある、ね、うん、で、あともう一つが、女性が群がるところに男群がりますから。なん言い方なんかよくない。修正として、修正として、ね、オスの修正ってみんなわかるでしょ。かん、うん、なんかよくない、ね、群がりますよね。、うん、そういう傾向あるので、それも一つね、作戦として考えれば非常にいい作戦やと思います、うん、はい、他行きましょう。はい、5位の早々のフリーレン、はい、まあ、コミックから非常に人気の高い作品でございます、うん、第2クールが継続して放送されるため、キャラ問題が解決しそうなイメージかな。そうやね、ちょっと早いかなって気もする。うん、やけど、まあ、これあるんじゃねと思ってる。2月か3月やったら十分あると思うけど、だけど1月の、半ばやから、ちょ、ごめん、俺まだ1話っていうか第2クールの1話見れてない。うん、キャラ増えてないよ。あ、そうな、うん、ごめん、だから全然分かってへん。俺ちょっと見てる余裕なくてもな。多分次ぐらいから増えてくる。あ、どうやろう、分からん、うん、でもそれやったら別に、まあちょっと先行で出しても、まあそんな問題になっちゃうかなっていうのはある。ひょっとしたら2月かもしれんね、これもね。そうね、2月が有力になってくるかもしれんけど、まあ来てもおかしくないんちゃうかなと思って。そうね。はい、6位の推しの子、はい、
2024年に2期の放送が決定の発表あったんですが、うん、まあ、具体的なスタートに関しての情報というのはありません。あ、まだないんや。そうで、コラボをするんだったらおそらく超獣神祭とか劇獣神祭、まあ、ここにぶち込まれるんじゃないかなと思ってます。うそうやな。まあ去年の4月にかぐや様のコラボがあったので、まあその時期に来る可能性っていうのは全然あるかなと思う。うん、確かに。だから来るんやったら、まあ間違いなく鳥獣か劇獣にぶち込まれる。まあ、それ考えるとやっぱり4月かな。うん。って気がするね。3月はね、劇中心祭、新限定キャラクター実装されると思うので、うん、まあ、その傾向とか見ても、うん、やっぱり4月かな。っていう感じ、うん。はい。はい。7位の薬屋の独り言。はい。2期は1月6日からで引き続き放送されていく感じになります。うん。キャラなどちょっと課題が多いかもしれない。そうやね。味方も敵も。うん、うん。だコラボを実装するんだったら、まあ、おそらく超獣神祭とか劇獣神祭、うん、こういうのだったらいけるんちゃうかなと思って、うん、だからこれ4月、まあ、これも同様4月やと思うんやけど、うん、これどっちかの可能性もあるよね。ああ、推しの子か薬屋か。うん、はあ、なるほどね。でここに何か食い込んでくる可能性もあるよね。おう、うん、まあ、どっち来ても結構喜ぶ人多いんですよ。そうだね、うん、これに関しては結構あのね、コメント欄でも見てるっていう人がコメント聞くので、うんうん、まあ、全然面白いんちゃうかなと思うよね。そうだね、うん、で、バーって今まで喋ってきたんだけど、はい、ここからは2024年冬アニメ、ここからちょっとピックアップします。うん、今から始まるやつってことね。そう、数がありすぎるんで、やっぱりね全部拾うと、うん、だからちょっと一部これあるんちゃうかなっていうようなね。なんでこれあるんちゃうかなっていうような大丈夫か、神やな結構今多分カットされとるけどめちゃめちゃ噛んでますからねこれあるんちゃうかなっていうのはねピックアップしました、はい、紹介したいと思います。はい。青のエクソシスト。あー、やるね。そういえば島根県名結社編ちょっと読まれへん、うん、まあ長年続いている人気アニメでございます。はい。まあ、キャラも敵も多いので、うん、まあ、コラボは問題ないと思う。そうやね、バトル系やしね。そう、うん、めっちゃ好き、うん、ちょっとコミック途中で止まってしまってるから、うん、またちょっと読みたいなと思うけど、これなんかガンガンかなんかやったっけ。あ、そうなの。うん、ジャンプ系やと思っとったって。はぁ、分からん、スクエアエニックスやったかな、なんか分からんけど、とりあえず出るのが遅いんや。あ、週間じゃなかった。あ、そういうこと、ね、確か月間やったような気がするから、だからこうパン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 進んでかへん。あ、なるほど。うん、まあ、でもこれ来ても嬉しいかな俺。うん、はい。あとキングダム第5シリーズ。おお。まあ2023年9月、まあ去年の9月にコラボしてるんで、はい、まあさすがにこの短期間で第2弾をやるっていうことはないと思うんだけど、うん、まあアニメの情報として、皆さんに届けようと思ってなるほど。はい、これはちょっと一応入れておいたって形です。はい、はい。そしてシャーマンキングフラワーズ。え、またやんの。2021年11月にコラボを実施ということで、はい、まあ、何話かね放送してキャラがある程度出揃ったタイミングで来る可能性というのは非常に高いんじゃないかなと思います。これ何、今までのシャーマンキングの続きの話ってこと。朝倉陽の息子の話。息子、そんなとこに話行くの。そう、ナルトみたいになっちゃったね。あ、そうそうそう、まあ、そんな感じだと思うよ。あ、うん、あ、そう、ボルトみたいな感じだな。へえ。まあひょっとしたらちょっと1月はしんどいかもしれない。だけど2月3月やったらありえるから、うん、でも朝倉陽の重心。え、待って、誰の子供。うん、え、朝倉陽と誰の子供。あんなんだよ。ああ、そっか。ちょっと待って、おお、怖いこと言うなよ怖いこと言うなよ。おお、朝倉陽が違うのと結婚してたら、結婚してたら、カオスか、そのカオスやねおい、ちょ、なんかいきなり本物のホラーになるやんけよかった、ちょっと安心したわ。いや、ちょっと、俺びっくりした。あなたの発言にびっくりした。はい、そして次の作品。はい。マッシュル。あ、またやるんや。新格者候補選抜試験編かな。はいはいはい、はい、うん、まあ、ジャンプ作品で一期が終了してます。うん、あとキャラも敵も、まあ、問題ないんじゃないかなっていうイメージ。そうだね、結構いるからね。うん、うん、で主人公がチートキャラクターなんで、うん、これコラボ来たら性能に期待しちゃうな。直殴り倍率めちゃめちゃ高いやつ、多分ワンパン系とかしてほしいけど。ああ、ありそうやな普通にな。マッシュル、マッシュル、ドーン。あれやろ、割合じゃないやろあれはもうワンパンでしょ。ワンパンやろ。うん、うん、いや期待しちゃうよね。シュークリーム持ってな。そうそうそう、いいな。うん、
いやちょっといろいろ膨らむやん、うん、ハートがシュークリームになったりとかさ、あいいね、そういうのもあると思うから、うん、普通になんかコラボイメージしやすいなっていうのはあるよ、ね、うん、はい、ここまでがね、冬アニメのピックアップでございます。はい、後の方であのコラボ関係ないけど紹介したい作品ありますので、ほう、そこ、おまけの方、はい、楽しみに待っててください。はい、はい、ということで、2024年アニメ冬公開映画情報でございます。あ、映画ですね。はい、はい、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古へと。ああ、さっき言ってたですね。そう、うん、これが2024年2月の2日から、公開予定になっております。はい、ちなのでさっき喋ったね、これはペッ機動戦士ガンダムシードフリーダム、ほう、まあ、2024年1月の26日、うん、公開予定。はい、で2023年1月に第1弾が実施されております。はい、去年やね、まだ人気の作品が残っているので第2弾が実施される可能性もあるんちゃうかなと思う。この映画の宣伝も兼ねて、うん、可能性としてはあるよね。おお、だって別にフリーダム、もう出てるから、うん、うん、あれが受信化回してもいいと思うし。あ、これフリーダムの話なの。いや、めちゃくちゃシードフリーダムって書いてあるやんシードとフリーダム別々やったっけ、なんか今いろいろ頭ごちゃごちゃ、頭かじんぞマジでまあでもやっぱその辺待ち望んでる人も結構いるんちゃうかな、うん、ガンダムファンはねもう期待するよね、まあ、期待する。そうね、第2弾どっかのタイミングで来るんちゃうかなと思って、うん、でやっぱさ今まで実施されなかったのが反響が高いっていう意味だったから、はいはい、なんちゅうの、 あのやれるタイミングでやってくれやんと2弾難しそうな感じするので、う、ね、もうガンダム好きな人は文句言わへん、文句言わへんやってくれたら文句言わへん。そうやな。なんで、ぜひね、やれるタイミングでまた第2弾お願いします。ただ願望になってきてはい、そしてゴールデンカムイ、ほう、これは2024年1月の19日公開予定となっておりますが、はい、うん、これアニメじゃなくて実写映画なんです。へー、だからちょっとどうなのかなと思ったけど、うん、まあ、過去に鋼の錬金術師、はい、これが実写映画が、公開されて、そのタイミングでコラボやってるっていう、ね、モンストとコラボやってるっていう実績があるんですよ。前の前ってこと、鋼の第1弾か、前の前、ね、うん、うん、第2弾は1年ぐらいとか。そうやねでもまあそういう過去にそういうことがあったので、はあ、まあ、これもワンチャンなくはないんちゃうかなと思うんですよ、はあ、ただ俺ゴールデンカムイに関しては見てないので、うん、ちょっと情報はないんやけど、うん、まあ、詳しい人とかね、いたらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、はい、ということでバーッと紹介させていただきました。はい、コラボやすと全力ぶっちぎりで、まあ、何を持ってくるかっていうところね、あ、うん、今からちょっと決めたいなと思います。気になりますね。はい、全くね、資料も見せてないから、あ、うん、全く分かんない状態だもんな。はい、何だと思う。あなたが予想したやつですか。今言った中に入っとんの。俺が来るだろうって思ってること、もう俺願望なる。ガンダムじゃん俺はね。それしかないじゃん、願望っつったらもうそこしかなくなっちゃうじゃん。ちょ、さ、去年ガンダムコラボの時俺コロナやったわけ。そうですね、取り戻させてもらえませんか本当に願望やんか、それリベンジしたいんで、個人的な事情ではい、めちゃめちゃ喋りたいのに全然コロナで喋れなかったんで。それやったもんね。はい、なんでちょっとリベンジしたいんですよ。だから願望、もう俺前回当てたからもういいよ。もういい、戻っていい、うん、いいよね、うん、いつも通りでいい願望でいきます。ガンダム、はあ、私私どうなんかな、分かんないんだよね、マジで。1月2月はもう確定したわ、私の中で。はあ、1月結構むずいと思う俺なあ、うん、なんかもう全然関係ないとこから飛んできそう。できる猫は今日も憂鬱か。いや違う、もう最近やってないやつ。いや違うって思いっきり否定すんねそこだけ、まあ、ボケのトスやボケのトスを速攻で撃ち落とすな。いや違うびっくりした俺、この弾いらんみたいな。好きやけどね、うん、うん、あのユキチさんも好きよ。ヒントはどうしよう、なんやろな、壁口やっちゃったしな。呪術廻戦もな、ちょっとまだキャラ足りんしなってとこやな。しんどいと思う。呪術は多分次のあれがスタートしてんと、うん、キャラしんどいと思う。ね、もうないもんね、うん、じゃあマッシュルにするわシュークリーム好きやでな。はい、これ来たらすごいな、やばいよマジ。結構俺の中ではコヤン王のピ
ックアップの中でも小屋んやろなと思ってるところ。あ、そう、うん、これジャンプやもんね、うん、ジャンプ、あ、でもそうだね、ジャンプから可能性なくはないな、全然な、うん、あ、でも、あれ影熱って何、角川や、説やな、ジャンプジャンプって続くことあんまりないっけ、そうでもない、そうでもないか、そうでもない、うん、じゃあスパイファミリージャンプやったけど、またマッシュルジャンプって来る可能性もあるね、あるね、確かに、うん、あ、でもこれ見てると確かに、でも ありそうやな、やっぱりな、ワンパンよ、ワンパン、うん、最近ワンパンキャラいなかったから、またここでちょっとギュンと出してくる、出してくるやろ、まあ、なくもないね、うん、うん、はい、ということで、じゃあ全力ぶっちぎりのコラボ予想、はい、俺ガンダム、私マッシュルで、これ2回連続当たった、俺すごい、そこにあれじゃない、運を使い果たしとってガツガン下がっとんじゃない、結構話になる、また小松菜でお払いするか、あ、いいね、いややはい、皆さん何だと思いますか、よかったらコメント欄の方に書いてくれると嬉しいです、はい、はい、よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知などよろしくお願いします、お願いします、ということで今回の動画はこれにて終わりたいと思います、それで皆さんせーの、いい目見るよ、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ここから本気出していきます、おお、おまけじゃ、はい、嘘嘘、本気出すっていうか、はん、サラサラっていくわ、大丈夫、いつもここはあの時間かかって、本編より長くならないようにしてね、あ、大丈夫、今回ね絞ったから、あくまでおまけなんで、めっちゃ絞った、本当、うん、だってそれ以外のことはみんなコメント欄で任せる、おう、うん、これ見た方がいいよっていうのあったら、あの冬アニメね、俺がピックアップしてなくてこれは絶対見た方がいいっていうのあったら教えてくれると嬉しいです、はい、はい、ということで、今回のね冬アニメの中でちょっと気になってる作品、ピックアップしたいと思います、はい、まず一つ、僕の心のヤバいやつ第2期、あ、2期あるんだ、そう、へえ、1期俺好きやった、これ、うん、めっちゃ好きやった、キュンキュンする、キュンキュンやばいな、あれな、うん、これマジ1期見てない人、うん、1期見てこの2期見た方がいいと思う、そうやね、めっちゃ面白いから、うん、そして2つ目の作品、ダンジョン飯、おお、俺これコミック持ってて、うん、うん、あの結構昔の作品ってこと、そうやな、そこそこそうやな、うん、あ、でも1、2ぐらい持ってたから、はあ、うん、1、2までしか持ってなかった、結構関数ある、あれからやで、あるんちゃう、ね、あると思う、これ普通に面白い、へ、うん、だから見たことないな、これは絶対俺見る、おう、うん、もうコミックの時点で面白かったから、もうアニメ化しても絶対面白いやろなと思ってた作品やから、これは見るかな絶対、うん、そして最後、はい、これちょっと情報ないんやけど、は、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいってやつ、あ、よく言われるやつじゃんこれさ、実は実写映画とかやってたらしい、え、実写で、そう、あ、実写やって後からアニメやるパターンなのらしい、へえ、それで人気あったってこと、あった、あ、そうがアニメになった、はあ、っていう感じやから、ちょっと気になるね、ちょっと気になるよね、うん、タイトルで気になったもん気になってちょっと調べたら、うん、なんか、実写映画かなんかやってたっぽくて、へえ、ドラマかなと、ああ、なんかその辺やってたらしいよ、そうなんや、そう、後からアニメみたいな感じやから、へえ、まあ、これもちょっと気になるな、ギャグ系なんかね、なんなんよね、分からん、うん、まあ、見てるの楽しみ、そうやね、楽しみやね、はい、で皆さんのねおすすめのアニメありましたらまた、コメント欄の方に、情報よろしくお願いします、お願いします、各に終わったやつでもいいからね、はい、はい、よかったら皆さん、情報の方よろしくお願いします、お願いします、お願いします、めちゃめちゃお願いします俺それでいつもアニメ決めてます、お願いします。